までが自分を表す要因なのかが分からなくなってしまう。自分と外界を隔てる布のようなものが伸びきぼんやりと滲んでいく。今思えば昨日彼女にしたことはこの上なくひどいことだったような気がする。儀式的に熱いコーヒーをすると布の内と外はより一層滲んでいく。か弱い声で誰かの名前を呼んだ。深いの目の奥底も心に